どうもです今回はさようならということで、すべてノーカットで分かりやすくお話ししていきます。で、何をさようならするかと言いますと、これを結論から申し上げますと、三井住友カードゴールドナマレスの修行をやめますと。要はさようならすると。理由としては3つあるんですが、まず1つ目が、県面の変更がないということで、まあ普通、普通というかまあ一般的に、界隈で浸透しているのはですね、クレジットカード修行といえばですね、いくら以上使えばカードのランクが上がると同時に、新しい県面がそうされるんですが、ゴールドナマレスに関してはそれがないんですね。なんか改めて考えると、決済修行の醍�味がないと、なんかそんな しますね、ちょっと気づくのに遅かった話で、まあ、でもしょうがないと。それが一つ目の理由なんですけども、一流理二つ目が、嫁が全然使わないって話なんですけども、理想としては、えこれ何に使ったんみたいな、なんかそういう動画を撮りたいというか、なんか、とがめる動画を撮りたいと思ったんですけども、全然使わなくて、むしろもう、まっとうな使い方してるんで、こう、日用製品とか、食品とかしか使わないんで、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけど、なんかこう、自分の中で違う感じがしたので、やめますと。ただまあ、先ほども言った通り、嫁は今でも、こう、生活用品とか、スーパーでもを使っていますので、まあ、自然と100万円決済の修行は達成になるかと。 ただ私が読めるって話ですね。これが2つ目と。で、最後三つ目が、自分の好きなカードを使いたいということで、まあこれは後々、動画でメインカードを買いますみたいな、まあ、タイトルでお話します。なのでまとめますと、剣面の変更がない、嫁が使わない、好きなカードを使いたいということで、まあそういうのが理由で、ゴールドナンバレスの修行をやめますと。やめますというか、やめれします。